九州博は、中華民国初期の革命家、三文作家、文学評論家。中国共産党の初期最高指導者の一人である。原名は、宋、郷は、熊博。九州博の祖籍は、チャンスー賞技巧券で、1899年1月29日に、チャンスー賞常州府城内で生まれた。九一族は、代々官職についており、九始めは、 保北不正主を務めていた。周博は父の供養の長男であったが、供養は経済能力に欠けていた。1903年に久はじめが死去すると、久家は没落をはじめ、供養の一家は住みかを追われてしまった。久修博は1904年5歳の時に私塾に入学し、翌1905年に小学へ1909年に中学に入学した。 侵害革命後、クヨの兄のクヨ子が官職を退いたことにより、クヨ一家への援助が止まり、一家はますます困窮した。クシューハクも学費滞納のため転学を余儀なくされた。父のクヨが家族を置いて家を出てしまっていた中で、クシューハクの母は生活苦のため1916年に自殺した。クシューハクはその後、母方のおじの妻の援助を得て、 観光にいたいとこのクジュンパクの家に寄宿し、武将外国語学校に定を学習した。1917年の春、クジュンパクが外交部に就職するのに伴い、九州クも北京に上京した。九州クは普通文官試験を受験したが合格せず、代わりに外交部が運営していたロシア語専修館に学費免除合格し、ロシア語を学んだ。1919年5月4日、 九州博は54運動に参加し、理大将、超高志年が主催したマルクス主義研究会に加入した。8月に中南海総統府前で行われた馬領かロへの抗議デモに参加し、逮捕される。ただしすぐに釈放された。1920年8月、九州博は北京の明日法と上海の時事新報から特約通信員として雇われ、モスクワに赴任した。 その地で旅後期を執筆し、後に、これをまとめた、上後期ほど、赤と紳士は広く影響を与えた。1921年秋、東方大学が中国版を開設する。九州博は、当時のモスクワでは、数少ない通訳であったことから、東方大学の翻訳と助教となった。1922年、1月から2月にかけてに、コミンテルンが開催した。 極東諸民族大会に参加。この年、モスクワにて、同郷の長夫都市雷の紹介を経て、中国共産党に加入した。同年末、陳独州が中国共産党代表として、モスクワに来た際には、通訳を務めた。陳独州がソビエトロシアから帰国する際、陳独州は、九州博に対し帰国を進めた。そのため九州博も、陳独州ともに、 北京へと戻った。1923年夏、海人と東中夏が上海大学を開設した際、九州博は、教務長兼社会学系主任となった。同時に、中国共産党の宣伝業務を兼ね、新青年などの編集を担当した。1924年に国民党が改組されると、九州博は、国民党第一届大会に出席した。 また、上海と甲州を往復しつつ翻訳業を務め、国民党の業務に関わった。1925年1月から九州博は中国共産党の第4、5、6次全国代表大会にて、中央委員やや中央政治局委員等に選出され、共産党指導者の一人となった。1927年4月の上海クルデターにより、第一次国境合作が崩壊する中、 同年7月12日に、陳独州は職務を停止させられ、張国党が代理として、共産党中央の責任者となった。中国共産党が、武漢国民政府とも決別した後の8月7日、新任の第3インターナショナル中国担当のルミナスとハインツノイマンにより、87会議が観光の日本疎開で開催され、陳独州は正式に罷免された。 そして第三インターナショナルの指示を受けて、九州博が臨時中央政治局常務委員権中央指導者に任命された。陳独州の後を襲い、中国共産党の三人目の最高指導者となったのである。九州博の指導方式は強引な陳独州のやり方とは異なり、一般的な政治主張を発表するに止まり、党組織と軍事方面では全く権力を振るわなかった。 九州博が中央政治局の責任者であった期間では何度も放棄が行われたが全て失敗した。1928年4月、九州博はソ連に向かい、5月にモスクワに到着。6月、州博はモスクワ郊外にて中国共産党六大に出席した。そこで、陳独州の受け盲導主義とともに九州博は放棄失敗の責任を問われ、 左傾盲導主義と批判された。その後もモスクワに泊まり、中共の最大三インターナショナル代表団団長を2年に渡り務めた。その間、中国における事実上の中共指導者は、李律三と向井正し発であった。1930年7月、九州白は調和的主義の立場を取っていたことを、現地の党幹部から、機械主義、 異文史をかばったとして批判され、中共の中モスクは代表を罷免された。8月中旬に蔡氏と共に上海に戻った九州博は9月に開かれた六都土家散、中全会にて利率三路線を批判した。しかし批判は不徹底なまま終わった。そのため、翌1931年1月に、肺結核を病んだ九州博は上海にて療養する一方で、 文芸活動や翻訳に従事し、傍順、露人と交流した。周博と露人の間には深い交流があった。二人は1930年代に上海にて札裏ネ文学運動を行い、苦周博は古キら、新月派、森ーラ第三主人、古修玄ら、自由人、後進から民族主義文学を批判した。露人はまた、 九州博を何度か自宅にかくまっている。九州博も、路人雑貫先週を自ら編集して、助言を書き、また路人に対して、人生徳一知き足確か各くよあたりも、同府と殺しのの句を送って恩に答えた。後に、九州博が逃亡中に逮捕された際、路人は彼を救おうと努めたが果たせず、九州博の処刑後に州博の遺構である、海上術林を編集した。 1934年1月、九州博は上海に泊まることができなくなり、共産党ソビエト区の本拠、瑞金に入った。そこでは人民教育委員やソビエト大学校長といった官職を務めた。公軍の調整出発の際、九州博は病気のため同行しなかった。1935年2月24日、九州博は、 香港に逃れる途中で、福建省庁帝県港地鎮にて、国民政府軍第36創地に逮捕された。そして6月18日、朝廷の中山公園にて、銃殺刑に処された。交流中に、九州博は、多様的話を記し、文化人として政治に関わった心境を書き残している。九州博は、多くのロシア語の文学や、政治著作を翻訳した。 1923年には、インターナショナルの歌を中国語に翻訳している。九州白は政治に参加して、排斥、霊落、犠牲という運命をたどった悲劇の文人として捉えられる。その曲折した心境は処刑直前に記された、多様的話にて率直に表された。九州は、自分のような半人前の文人が、政治に関わり、甘さえ 中国共産党の指導者となったことは完全なる歴史的誤解であったと述べている。1945年4月20日、毛沢東が主催した中共六届七中前会にて若干の歴史問題についての決議が通過し、九州博は1927年11月から1928年4月に左酒盲導主義路線を取ったと批判された。百五十五年、 九州博は北京八宝山の烈士公墓に埋葬されたが、その後に文化大革命にて、毛沢東から裏切り者と批判されたため、墓地が公衛兵に荒らされた。1980年10月に名誉回復。ありがとうございます。